皆さんこんにちは私は小室市生活環境課ゴミ減量推進係の古川と申します日頃よりゴミの分別処理へのご理解ご協力いただきありがとうございます本日は小室市のゴミ減量のため市民の皆様にご協力いただきたいこと等についてお話しします小室市ごみ減量キャラクターのげんちゃんもスタジオに来てくれていますみんな こんにちは。僕は環境のいい小諸市を守るために誕生したげんちゃんだよゴミや環境問題について頑張っているよよろしくねげんちゃん早速だけど小諸市民一人が1日どれくらいゴミを排出してるかわかるかなうーん確か800グラムくらいだったかなそう 令和3年度は807グラムだったよ小室市民一人が1日生活して807グラムのゴミが出るんだねそうなんだよ長野県内の平均が一人1日800グラムだから小室市は長野県平均より7グラム多いんだ生活しているとどうしてもゴミは出ちゃうよねでも 環境のためにもゼロカーボンのためにもなるべくゴミの排出量を減らしていかないといけないね小室市は令和13年度までに一人一日あたりのゴミの排出量を785グラムにしようと考えているよ令和3年度807グラムから令和13年度785グラムだから約10年で 二十二グラム減らさないといけないんだね。二十二グラムってどれぐらいなんだろう。二十二グラムは。いちご、一つ部分くらいの重さだよ。一日。いちご一つ部分のゴミを減らすだけなら。僕にもできそうだ。みんなに伝えて。ゴミが少しでも減るように。頑張るね。けんちゃん、ありがとう。みんなに伝えていこう。 他に伝えた方がいいことってあるかな。分別に協力してもらいたいっていうことだね。ゴミの分別状況を確認するため、家庭から出たゴミ袋の中身を確認する素性調査という調査を毎年やっているよ。ゴミ袋の中身を確認すると、たくさんの不適正なものが入っているよ。燃やすゴミの分別が悪いがことが多いから。 燃やすごみ指定袋の蘇生調査結果を見てみよう今年の6月に行った燃やすごみの蘇生調査結果のグラフなんだけど生ごみが13.5%紙類が10.5%プラスチック製容器包装が4.4%含まれていたよ約35%は不適正なものだったんだね。この 不適正品を取り除けば燃やすごみの量を減らすことができるねそうなんだよ実際にどんなものが入っているか見てみようまず生ゴミがたくさん入っているよ小室市では生ごみを疲労化しているよ燃やすごみ指定袋に入れてしまうと焼却処分することになってしまうんだ生ゴミは 生ゴミ指定袋に入れて欲しいんだよね。野菜やお肉がそのまま入っているんだねまだ食べることができそうなものもたくさんあるねもったいないなうん食品ロスの観点からも生ゴミの減量、分別は大切なんだ。次に古種類なんだけどリサイクルできるものがたくさんあるよ。 名刺サイズ以上の大きさがあればリサイクルできるんだよねそうなんだよ名刺サイズ以上はリサイクルできるから個種類として出してほしいんだ最後にプラスチック製容器包装だよ食品を包んでいる外袋やラップ等が多数混入しているよ プラスチック製容器包装とプラスチック製品類の違いがわからない人が多い気がするなプラスチック製容器包装は食品トレイやお菓子の外袋シャンプーのボトルペットボトルのキャップラベルなどが主なものになるよ。プラと記載された識別マークがついていてリサイクルできるものだよ。プラスチック製品類は ストローや歯ブラシ、洗面器、スプーン等が主なもので、これはリサイクルできないから、燃やすごみになるよ。プラマークがついているかどうかで判断すればいいんだね。僕もプラスチック製容器包装かプラスチック製品か判断できないものがあるから、わからない場合はゴミ資源収集カレンダーやガイドブックを確認するね。 インターネット上で分別方法を検索できるごみ作やカレンダーアプリ用のゴミ資源収集カレンダーのデータを小諸市ホームページ上で公開しているからぜひ活用してねさっき見た蘇生調査結果のグラフにその他7.1%って書いてあったけどその他ってどんなものなのかな 埋め立てゴミ缶瓶ペットボトルなどがその他なんだ特に気をつけてもらいたいのは充電式電池なんだリチウムイオン電池等の充電式電池はゴミ収集車やゴミ処理施設内でショートしたり圧縮等で変形すると発火する恐れがあるんだ発火すると火災になってしまう可能性があるね実は 今年の5月に小諸市のゴミ処理施設クリーンヒル小諸でも火災が発生してしまったんだ火災の原因は特定できなかったんだけど埋め立てごみ保管場所で発生しているから充電式電池などが発火原因だと考えられるよ充電式電池ってどんな商品に入っているのかな充電式電式池は携帯電話や ポータブル充電器、コードレス掃除機、加熱式タバコ等のさまざまな商品に使われているよ。僕たちが普段使っている電化製品に使われているんだね。充電式電池が取り外せる場合は、近くの回収協力店に出してほしいんだ。回収協力店の検索方法は、ゴミ資源収集カレンダーの16ページを見てね。 小室市役所生活環境課の窓口でも回収しているよ火災事故にならないように市民のみんなに伝えていかないといけないねよし、僕はゴミの分別の大切さについてみんなに伝えてくるねげちゃん、ありがとう。よろしくね小室市は燃やすゴミの1000トン減量を 目標にしています燃やすごみに混入している約3割の不適生物を分別することができれば1000トン減量することができますまずは市民の皆様が1日あたりいちご1部分のゴミの減量に努めていただければと思います皆さんのご協力をよろしくお願いします